こんばんは、カインズです。カインズです。はい、今日はですね、こちらと一緒に、幸せな気分になろうと思ってます。ポテトチップス幸せバター味です。これ期間限定で今発売してるんですよね。これを食べた時の衝撃はすごかったです。とっても幸せな感じになれるんですよね。どうですか？とっても幸せになりそうな感じがしませんか？美味しい。ほんと美味しい、美味しい。なんで皆さんも今しか買えないんで買った方がいいですよ。こんな幸せな気持ちになりながら一つ過去話をしたいと思います。今となってはすごい笑い話になる話なんで、ちょっとぜひお時間ある人はこのまま聞いてください。はい、以前、まあそうですね、6年前ぐらいのことかな、はい、20ぐらいの時なんですけどに、当時付き合っていた女の子がいたんですよ。女の子で、その女の子ちょっとあの鬱というか、そういう精神的な感じでちょっと弱い方だったんですよね。で、俺がよし、一緒になってその鬱というかを治して元気になる、ならせてやるっていう感じで、その当時は思ってたんですけど、やはりその鬱っていうのは鬱ってしまうようで、あ、今美味しいこと言ったから、鬱っていうのは鬱ってしまうんで、自分もかなりもうネガティブというか、もう本当に落ち込んでて、本当に自分も鬱っぽかったんですよね。で、その彼女、まあその時の当時の彼女、そうですね、やっぱり夜になるとよく暴れるんですよ。暴れてしまって、まあ物投げたりとか、あと例えばコップの、まあ水を、なんか多分水を汲んで、俺寝てるんですよ。寝ててこうパシャーっていうのも一回ありましたね、っていう感じだったんですよ。で、ある時すごい、まあ俺寝てて、ちょっとまあやはり同じように夜暴れちゃったんですよ。暴れて、まあ起きるじゃないですか。起きたら、なんかしないですけど、包丁あるじゃないですか、包丁。包丁ね、あのね、まあ俺寝ぼけてあんまりその時の記憶覚えてないんですけど、こういう感じで、こうされたんですよ。こうされたんですよね。つまり包丁でこういう感じで刺されたわけですよ。いやー、いい経験というか、もうなかなかできない経験をさせていただきました。今となってはもう笑い話というか、もうね、そんなのを吹き飛ばすぐらいこう幸せになれるポテトチップスなんですけどね。一応傷が残ってるんで、ちょっとまあ見せようと思いますよ。まあその時あんまりね、もう残ってないんですけど、まあこれ絶対一生消えないんですよ。わかるかな、わかんないですかね、これ。ここ。ここがこう、ぐさってされた時の、包丁でぐさってされた時のやつですね。まあ、手加減してくれたのがそんなにね、後に残ってないんですけど、ただこれ消えてないです。消えないんですよね。消えないです。っていう、まあ、過去話をちょっと、この、そんなのも吹き飛ばす、幸せバター味のポテトチップスでちょっと飾ってみました。いやー、そんぐらいとっても幸せになれるんで、皆さんもぜひ期間限定なんで買ってください。ではカインズでした。バイバイ。カラオケで女子が弾いてしまう行動をやりたいと思います。カラオケで女子にドーミックス